どうも皆様、おはこんこん、ヤマトミツキです。ひすぎ時空冒険伝、続きやっていきましょう。さあ、前回、から裏でちょっと探索っていうかしまして、まあ若干ねレベル上げとかしてきつつ、今回久しぶりにねレンを連れてきました。最初の相棒ですからね、相棒というか。よいしょ。でわけで、まあ服装は変えられなかったので、で前回ねどこから行こうかなみたいな話をしておったんですけども、ほら見てください、未報告タスク30も溜まってるんですよ。でそう、どこから行こうかなっていう話だったんですけど、なんかどうやらね右下に書いてるんですけど、先に宍道湖からしか行けないみたい。なんか順番は決まってるっぽいです。というわけで宍道湖行きましょう。カット。はい、まあウォーグルとかねいろいろ使って近道をしてきました。さあ、こちらの湖、大昔は火山だったそうです。火山噴火によって形成された大きなくぼみに水がたまりできたのが宍道湖だと言われています。守っているのはエブリットというポケモン。エブリットが飛び回ったことで人々に生きる時の喜び、悲しみというものが生まれた。なんか感情知識とかなんかそういうあれなんでしたよね。そう言われています。感情か。じゃあつまりエブリットはアルセウスフォンが反応している。あ、それでいけるんだ、便利だね。ゴロも驚いてるよ。おお、この先におるんだ。なんと、先ほどまでなかった洞窟が。それが博士が噂していたアルセウスフォンですね。現れた洞窟、何があなたを待っているの。コビットさんが言っていましたよ。湖のポケモンと会うには強さを示す必要がある。なんだか物騒な話ですね。怖っ。入るか。まあ先頭はね安定のルナで行きます。何が起こるかわからないんで気が引き締まるね。うおータイプヌメ。ただならぬ雰囲気のポケモンが待ち構えている。ミツさん、キングを沈めてきたあなたとポケモンであれば勝てるよね。うわ、マジか。でもこれ捕まえた方がいいよな。ちょっと待って、これ鋼、ドラゴン鋼でしょ。ドラゴン鋼って何が効く。フェアリー。いやでもサナーは多分挑めるレベルじゃないんだよな。悪も多分鋼ダメでしたよね。地下で氷の牙行ってみるか。いやでも氷に、鋼に氷って聞いたっけな。わかんない。とりあえず試してみます。無理だったら引き返す。ぬめわー、ぬめあわー。きた。58。ハイドロポンプ、よし、OK。こう、ああダメか。まあいいや、氷の牙。やっぱそうか、鋼に氷は効かないのね。守りの力を下げよう、噛み砕く。うおー、下がらない。紙くじじゃない、氷の牙。あ、やべえ、立てこもる。これが強いんですよね、タイプヌメ。タイプヌメっていうかヌメルゴン。紙砕く。いけ。よし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 。うおー、ありがとう、チカ。あ、そっか、地面行けたな。ユグドラシルで行ってみるか。行ってみよう、ちょっと。行け、ユグドラシル。
ちょっと捕まえたいなこれ。違う。オッケー頼む。ハイパーボール。無理そうかな。だー早技。おわ立てこもる。星技だとあんな感じで周りにエフェクト入るんですね。あいや出る。あぶねえ。円幕よしよし耐える耐える耐える。オッケーよし。これでもっちょ眠りごな。絶対命中、絶対命中でかまあ100ですね。これならちょっと捕まえやすくなるでしょう。オッケーオッケーオッケー。立てこもるをする分には全然構わない。普通のポケモンと違ってあのねこう積むっていうことがあまりなくなるので積めなくなるんですよね。確か期間が長くなるだけで。よし来たー。オッケー親分ヌメルゴンゲットしました。やったぜ。チカごめんよ。あなたたちを見ているとポケモンと人が力を合わせればどのような困難も超えられるって思えてくるから不思議だよ。でしょ？ん？不思議な気配を感じる。あ。おぉエムリット、キャーン、かわいいな。エムリットの試練なんだそれ。ちょっと戦闘念のため、え、ああ触れちゃった。まあいいか。多分エスパーですよね。あなたの感情を欲する。どうぞ。ポケモンとの対話どのような感覚なのだろうか。翡翠の大地に降りたら心はどのように動いた？降り立ちか。え、これ正解とかあんのかな？まあ困惑したかな。一番大きいのはポケモンを仲間とし共に行動してどうだったのか。楽しい。混合のもの、真珠のものと出会い交わり、何を思った？いや、様々だよな、やっぱり。十人十色ってわけですよ。銀河団を追い払われ、大地をさまよい、何を感じた？いや、まあ悔しいよな。世界をつなぐために心の一部を授ける。お、なんじゃ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 これは。おお。え？ホームベースに見えた。エムリットの羽。真珠湖に住む感情の神エムリットの試練を達成した証、赤い鎖を作るために必要。あ。こうやってあれか、3匹の集めればいいんだった。ちなみにこの3匹だと僕アグノムが一番好きなんですよね。ポケモンと話していたんだね。でも私に言葉は届かなかった。不思議なことだけど空から落ちてきたあなたなら普通なのかも。いやそんなことはない。あとはリシコとエイチコだね。オッケーよし。じゃあ回復し戻ってもいいのかな。これなんかイベントはありそうですね。ウォロさんかな。ですよね。美月さん守備よく言ったようですね。やはり商人はいろいろなものを見聞しているから物知りだね。そうですね。商人だからというのもありますが純粋に興味がそそられますね。過去に何があったから現在こうなっているのか、もっと言えば己はどこから来てどこに行くのか、ルーツを知りたいのです。私も知りたい。ご先祖様たちは神王様を見た地に根ざし、
真珠集落を作った。だが私は未だに新王様を見たことがない。大事な話ですが今は急ぎましょう。ホギドさんの寄りに戻りますか。お願いします。回復します。わかりました。ホギドさんにも話を聞きたいですしね。おお、エムリットの羽か。伝説は真実、つまり赤い鎖も真実、そういうことじゃな。コギトさん、どうして心を表すポケモンの道具赤い鎖で世界をつなげるの。正しい疑問を持てるというのは悟い証、さすが青さじゃな。心がなければ裂け目が広がり世界が終わろうとも気にすることはない。逆に言えば心があるからこそ世界、時間空間は認識され成り立つとも言えるのじゃ。そうじゃな、赤い鎖は世界を正しく見るための道具かの。何それ、心が先ってこと、世界が先ってこと、意味不明だよ。わからないなりに世界のありようを教えてくれるのが神話じゃ。神王様について自分の いる世界についてもっと考えろということだな。そうなのです、神話は最高なのです。よし、あと2回同じことをすれば赤い鎖もできるわけですね。お前は遺跡とかが好きでついて回っているだけじゃない。偉そうというかお気楽というか。あ、でも回復されてるな。ちょっとメンバー変えます。はい、メンバー変えてきました。でついでに報告なんですけど、裏でね、時空の歪みに遭遇しまして、そこでゲットしたポケモンがいます。はい、ラムパルドです。そう、どうやらね、ラムパルドと、トリデプスが進化前だったかちょっと忘れたんですけどのやつって時空の歪みでしか入手できないらしいので、マジで頑張りました。本当はね、進化前のが良かったんですけど、もうそんな贅沢も言ってらんなかったので、とりあえずラムパルドを捕まえます。というわけでね、メンバーに入れてやっていこうと思います。さあ、続いては、どっちになるんだこれは。H 子ですね。ん？ちょっと待って、体力は大丈夫。OK、よし、行きます。H 子ですが、実は海水も混じっていると。それが地形によるものか、ポケモンによるものかは不明です。守っているのはユクシーというポケモン。お、アグナム最後か。ユクシーが飛び回ったことで人々に物事を解決する知恵という、あ、そっか。感情知恵。あれ？なんだっけ？相当触っていますね。わかんないなら話すなって話ですね。すいません。アルセウスフォンが反応している。はい、これです。もうこんなんデジタル会員書や。開いたよ。すごい代物ですね。先ほどまでなかった洞窟が現れました。どのようなポケモンが待ち受けているのかな。湖のポケモンを守るポケモンがいるでしょう。お気をつけて。あ、また親分線かこれ。 OK、 いきます。なんか今見られたけど、なんだか寒気が、何が起こるというの。うわ、ゾロアーク、コキョーン、もしかしてノルヒツネ。え、ゾロアークマジで欲しいな。え、ゾロアークって悪タイプでええんか。ちょっと一旦戦闘グレンデルでいきますか。なんか炎ありそうだからな。ユードラシルちょっと怖いんですよね。ちょっと待って、一旦セーブしていいですか。セーブします。これでもしもう前のデータがうまく取れてなかったら本当にごめんなさいになるんですけど、ゾロワークマジで欲しい。かっこええ。
雪グレンデル何タイプなんだ。なんか悪炎っぽく見えるんだけどな。うわー、悪だけに能力上げてくるね。え、ちょっと待ってね。ノーマルゴースト、そんな変わったタイプなんだお前。ノーマルゴースト、いや岩石アックスはちょっとな、あれが怖いんですよね、あの追撃効果みたいなのが、追加効果がちょっと早技シャドウクロー、あー追撃早技効果。ノーマルゴーストだろう。いや飛剣知恵波打ちたいけど怖いんだよな。いやこれ意外とレンガ刺さるんじゃね。絶対ゴーストもノーマル対策ぐらいは持ってるだろうけども。つばめ返しバークアウト、そうだよな。一旦ボール投げてみるか。色的にちょっとこれで、いやどうしようかな。まあ一回ハイパーボール、シノーの言ってらんないですからね。まあ多分状態異常にした方がいいんだよな。よっしゃー来たー。いや、よくやりましたよ。ありがとう。レンガ、レベルアップ。いや、いい削り具合でしたね、今の。呪いですね。恨みを持ったポケモンだよね。小さい頃に聞いたことがある。ん？あ、来た。ユクシー。ぴょん。さあユクシーの試練は何でしょう。知識を問う、近くに寄ってくれ。クイズ系か。ミツハニー、ズバッと、アンノーン、レアコイル、サマヨール、彼らの瞳はそれぞれいくつか、順番に並べて答えよ。答えを示せ。え、待って、もう一回聞くわ。ミツハニー、ミツハニー、ズバッと、アンノーン、レアコイル、サマヨール。ちょっと待ってね。オッケー、多分いける。入力が。きたー。多分60131。で、どうだ？お？世界をつなぐための、え？世界をつなぐために心の一部を授け。いけたんか、いけたんか、いけたんか。ああ、ありがとう、ありがとう。よし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 。オッケー。ユクシーの爪。ユクシーは爪か。ああ、よかったよかった。ズバッと目ないですもんね。残るはあと一つだね。さあ戻ります。いや、ゾロアーク捕まえれてマジでよかった。ってことはもう一体親分と戦うってことですよね、このままの流れでいくと。美月さん、守備よくいったようですね。はい。しかし不思議ですね、なぜ赤い鎖そのものを与えてくれないのでしょうか。欲する人がいい人が試しているから。なるほど。もし悪人の手に渡れば何が起きるか分かりませんか。分かりませんよね。貝鎖は悪人が何のために使うのか分からないけど。さあ、世界をつなぐ以外にも何か役割があるのかもしれません。今の状況も謎、赤い鎖も謎。とにかく赤い鎖のため湖を巡るとしましょう。そうですね、とりあえずコギトさんの揺れに戻りますか。はーい、戻ります。もうパッと行く機能楽ですね、やっぱり。
ここにやり取りはさっきと一緒ですね。ユキシーの爪か、どこか温かみを感じるの。湖のポケモンの試練、あれをこなした人は他にもいたのか。ことぶき村がきな臭い感じです。あと一つ急がれた方がよいか。え、きな臭い、どういうことじゃ。いや本当なんだよな、それを聞きたかった。今時空の裂け目の向こう、ポケモンの影が見えたのか。電木さんは調査だけではなく、もしものための討伐祭を組織したと。へえ、異常紹介の人が教えてくれました。胃腸紹介とは仲が良さそうなのか。お前も胃腸紹介じゃん。もしもですよ、時空の裂け目から本当にポケモンが現れたら皆さんどうなることや。美月さん、翡翠がどれだけ広くてもあなたには関係ないよね。あと一つもらいに行きましょう。その言い方も冷たいけどな。その息です。自分も歴史に残る一瞬、最後まで見届けますよ。見てるだけか、良いか。3つの湖をめぐる赤い鎖の材料をいただいたら霧の遺跡に向かうのじゃぞ。了解です。ちょっとメンバー変えます。はい、今回はね、ラムパルドに変えてタイプヌメを連れてきました。主な変更はそれだけです。では行きましょう。やっぱ一直線で行けるって楽ですね。こんにちは。石子ですか。新事故と同じく火山噴火によって誕生したと言われていますね。ポケモン同士の戦いでくぼんだとの説もありますね。なんかあれだな、ガイドできそうだな。守っているのはアグノムというポケモン。アグノムが飛び回ったことで人々に何かをするための決意というものが生まれ。へえ、決意の、そう言われていますね。勇気かな、知恵感情勇気か。アルセフォンが反応している。さあ、また再びアルセウスの力を借りて開いて、なんと同じこと。美月さん参りましょう。OK、戦闘何にしようかな。タイプヌメかな。いや、まあ入ってから決めますか。多分何か 見ると思うので、柱？あ、何？なんだおめえ。いや、こいつ毒だな、間違いなく。毒だったら、まあ、タイプヌメでいいか。ハリー戦っぽいな。ぶっ刺し！いや、そのまんま。お前捕まえたらゴルドって名前つけよう。いけ、タイプヌメ。いや、ハリーマンか。へえ。いきなりやめろ。お前頼むから、それで死ぬなよ、本当に。竜の波動。よし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 。いや、怖えな、捨てみたくる。念のためちょっとタイプ見ておきますか。悪毒か。へえ。とりあえず早技アイアンヘッドで。よし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 。捨て身、そうだよな。これで、違う。ハイパーボール。お前もハイパーボールで捕まえてやる。来い、頼む。よし、いいよいいよ、親分。3体とも捕まえれましたね。これは大きい。よーし、やったぜ。さすがだね。でしょ。あ、アグノム来た。キュン、あ、かわいい。やっぱりアグノム一番かわいい。
諦めない意志を確かめたい。沈め、え、沈め玉、マジでそういう、わー、なんかめっちゃある。え、沈め玉、アグナムに当てろってことなの。お、あーたどこいた。おー、いたいた、わー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 、おっと、イベントか。心に声が響き、諦めますか。諦めない。ほい、終わっ。これあれだな、多分絶対当たらない仕様になってるな。諦めるべきでしょう。まだ続けるんですか。諦めない。これは多分ね、根性試してるんだ、あるのに。間違いない、そうだよな、ね、絶対投げた瞬間に消えるからそうなってるんだ。無理です、諦めなさい。それでも続けますか。諦めない。よっ、当たった。いや、当たってはないよな。あ、いった。あ、世界をつなぐために心の一部を授ける。おお、やったぜ。俺が諦めるのは諦めろってわけですね。牙、お前そんな牙あったっけ。すいません、神様に対してお前なんて言っちゃって申し訳ございません。侮辱ですね。すべての湖を巡ったね。さあ、ほいで戻るか。え、戻っていいんだよな。湖をめぐる試練を終えましたね。確かコギトさんの話では霧の遺跡に向かうのだとか。遺跡に向かうこと、何が起こるのかは分かりませんが、遺跡に向かうことにワクワクしています。さあ参りましょう。ウォロノリノリやな。おお、もう行っちゃった。あら、こ、次から霧の遺跡行こうと思ったのに。霧の遺跡、霧は境界を曖昧にすると古来より伝えられておりますね。自分たち人の世界、ポケモンの世界、そして神話の世界が交わるにはこうした舞台が必要なのでしょうか。とはいえ何をすればいいのやら。ふう、やってき、来てやったぞ。三つ揃った時に来るなんて空から見ていたな。ああ、なかなかに鋭い、すごいポケモンが何かと助けてくれるのでな。コギトさん何使ってるんだ。水の各地を飛び回るポケモンのこと。で、その話は今しなくていいか。赤い鎖はどうやって作るの。知らぬ存ぜぬ。あれ、知らんのかい。世界をつなぐとされる神具だぞ。人に作れるわけがなかろう。それはそっか。じゃあどうするの。今さらこの広い翡翠地方で作り方を探すの。ん、なんだ。あ、あ、あ、ハンター来てくれた。おお、湖の3匹。おーおー、なんだなんだなんだ。あ、来た。あ、来た。あ、もう、いや、これ間違いねえだろ。赤い鎖、ありがとう。やっぱ神だわ。これで赤い鎖は問題なくゲットできましたと。
私たち遺族が守ってきた約束は真実であったか。長年の肩の荷が下りたわ。ミスさん、守備よくめっちゃ言うな。ですが、世間はまずいことになっていますよ。何かしているの？議長紹介の仲間から得た情報ですが、銀河団のボス、調査を待たずして天眼山に登るようですね。え？天目さん血迷ったの？裂け目に近づき直に調べ、マジかよ。伊月さんが赤い鎖を得たことをご存じないのですから。まあそっか、そうだよな。今授かったばかりだもの。伊月さんの活躍と赤い鎖のことを教えに行かねば。あ、村に戻る？戻るの？戻れんの？あ、戻れた。へへー、どうも、ただいま。お帰りなさい。調査隊のみんなあまり話さなくなって、島星隊長が食べる芋餅の量も減って、待っていてくださいね、隊長に報告してきますから。いいんかな、あんだけ村のみんな嫌ってたけど。美月くん、懐かしい。ラベン博士、博士は美月のことを心から案じていましたから。もちろん案じていましたが、翔くんほどではないのです。そんなことありません。大人が照れ隠しの嘘をつくのはいけないと思います。あの、島越隊長も一緒にいらっしゃるのでは。ああ、仕事が山積みで調査体質で待つとのことです。で、僕団長が不在で大変なのですよ。団長は？はい、で、僕団長は警備隊とともに天眼山へ、自ら時空の裂け目とその向こうに見えたというポケモンの影を調査するとのことです。マジか。ですから、私もピカチュウと門番をしていました。とにかく調査体質です。これからについて話しましょう。ああ、島星隊長。称賛する。野垂れ死にするなとの命令、よく守ったな。ありがとうございます。いや、隊長のおかげです。理解不能だ。ケーシーが勝手にやったこと、私としては不便の一言。いや、またそんなこと言って。確認する。有用な情報を得たから、ことぶき村に帰還した。間違いないな。赤い鎖、ゲットしました。湖の3匹、赤い鎖？はい。世界をつなぐという神話の道具。天目団長はことぶき村にいない。何でも物見の警備隊より時空の裂け目、その向こうにポケモンらしき影が見えたとの報告があったの。そうね。電木団長は万が一に備え、警備隊と共に天眼山山頂の神殿に向かわれた。どれだけ電木団長が強くても、美月の力を借りるべきです。調査隊隊長として命令する。美月。はい。再び、調査隊の一員として天眼山に赴き、赤い鎖にて事態を収めよ。来たー。これめっちゃラストっぽくないですか。天眼山の頂で。隊長よろしいのですか、団長が留守ですのに。なんて言うんだ。留守を預ける方が悪い。かっこ、やっぱ島星隊長だよな。僕も行くのです。僕たちは調査隊ですからね。行くなとは言っていない。はあ、島星隊長ありがとう。よし、というわけで今回はここまでしますか。裏でね、ちょっと進めてから次回やろうと思います。以上、大和美月でした。次回の動画でお会いしましょう。今回もしかしたら長くなったかもしれません。それでは良い夢を。最後までご視聴いただきありがとうございました。ここまで見ていただいたあなたは今日から三つ面。次回の動画でお会いしましょう。良い夢を。